ペトラちゃんは見た。私はユズリハ。数年前までそれなりの企業に勤め、順風満帆な人生を送っていた女。でも今はとある会社で住み込みの事務員として安月給で使われる日々を送っている。ふう、今日は私の懺悔と警告のお話だ。昔から私は他人をうまく使って生きてきた。ウルシ君、英語の課題やってきた？うん。ほら、早くよこしなさい。あと私、今日ちょっと買いたいものあるのよね。お使い、頼めるかしら？わかったよ。他人なんて、ちょっとしつけたら私の思うがまま。人生なんて楽勝よ。そんなことまで思ってた。そんな人生のイージーモードは、社会人になってからもしばらく続いていた。当時、私には二人の男がいた。こんなところで。いいじゃねえか。一人は立花さん。私よりだいぶ年上で、職場の上司でもある。お前の企画ってことにしといたから。ありがとう。私を可愛がってくれて、仕事も融通してくれて。次昇格できるようにしといたから。わーい。私に甘い汁を吸わせてくれる人。そしてもう一人は。ねえ、ひいらきくん。今度のお休みなんだけど、新作のブーツがね。私の財布として、甘い汁を吸わせてくれるひいらきくん。そろそろ潮時かしら。来週末、ブーツ買いに行こうね。でも今の環境を手放すのも惜しいのよね。いっそこのまま、ひいらきとは結婚して、立花さんとも関係を続ける。ってのも悪くないわね。立花さんも、ひいらきの仕事の成果で実績を積めてるし。明日までに俺のコンペ用の書類作っとけ。ひいらきは。次の休みに旅行にでも行きたいね。全く気づいてない。鈍感だしね。などと、その時には思っていたのだが。私は人を利用する側。その幻想はあっけなく打ち砕かれ、私は全てを失うことになった。私とひいらきは、まだ同棲も婚約もしていなかった。とはいえ、私が彼のクレジットカードで勝手に買い物をしていたのは、浮気とは別の問題だ。立花さんの奥さんからも、容赦なく慰謝料を請求された。会社からは勤務時間中の不適切な行為や、同僚への不適切な対応を理由に、立花さんともども退職せざるを得なくなる。ねえ、立花さん、これからのことなんだけど。これからもクソもねえよ、バカが。全部だ。仕事も家も金も全部てめえのせいでなくなっちまったじゃねえか。はあ、橘さんだってずっと乗り気で。っていうか、あなたから手を出してきたんじゃない。うるさい。やべえとこから金借りちまって、足がつくと困るんだよ。二度と連絡してくんじゃねえぞ。分かったな、このアバトルが。何よそれ、肝心な時に役に立たないわね。金だって私の分まで背負ってやるくらい言ってみろってのよ。あんな奴のせいで慰謝料を払うことになるなんて。もう後悔したって仕方がない。とにかく私は転職先を探すことにしたのだが。なんでよ、なんでまた。転職は全く決まらなかった。面接まで進んでも、いつも来るのはお祈りの連絡。どうしてこうも不採用ばかりなの。それなりの企業に勤めてたキャリアだってあるし、面接では手応え感じてたのに。あいつだ、ヒイラギ。私の悪評を流してるんだわ。ふざけんじゃないわよ。たかが財布の分際で私の転職を邪魔してくるなんて。それが事実かどうかはわからない。でも当時の私はそうとでも思わずにはいられないほど切羽詰まっていた。犯罪でこそなかったが、仕事も人間関係も失い、大きな借金まで背負うことになって。だから何も疑わず、あんなことをしてしまったのだ。ん？何これ。こんにちは、フォロー拡散させていただきました。よろしくお願いいたします。数ヶ月後、来た。ついに私のところにそのメッセージが来た。ご応募ありがとうございます。審査の結果、ゆずりは様にこちらの業務について一部委託させていただきたく。私は選ばれたのだ。口座を作ってキャッシュカードを送るのね。指示された口座を作ること、私に任せられた仕事はただそれだけ。どうやら複数の口座が業務の中で必要らしく、その口座の貸し賃として月に10万円ほどの利益を振り込んでもらえるというのだ。
お金を入れておく必要がないなら取られることもないだろうし、詐欺ってわけじゃなさそうね。口座を貸すだけで月10万これで借金が返せる。転職なんてしなくてもお金が手に入る。やっぱり人生って本当にイージーモードだわ。デザートも頼もうっと。いや、ありえない。普通ならおかしいと気がつくもの。だが私は気づけなかった。だって私にとって仕事はずっと楽なものだったから。お金なんてすぐに手に入るものだったから。そしてその後。おかしいわね。ガシチンの入金予定日から何日も経ってるのに一向にお金が振り込まれない。連絡しても全く返信がないわ。振り込みがないのですがどうなっていますか。あれ、知らない番号からだ。もしもし。ああ、すみません。こちら椿銀行ですが、ゆずりはさんですか。え、はい、そうですか。あなたのカードが犯罪に使われている可能性があり、口座を停止させていただいております。私に来た連絡は銀行からの確認の電話だった。まさか、あれって。ここに来て私はようやく気づく。騙されたのではないかと思い至ったのだ。ちょっと、嘘でしょ。詐欺、ふざけないで。出なさいよ。私はすぐに事の次第を警察へ通報した。私は被害者だ。泣き寝入りなんて絶対にしてやらない。慰謝料、慰謝料、慰謝料。なんとしても金を手に入れてやる。ピンチをチャンスに変えてやるんだ。そんなことさえ考えていた。だがしかし。え?気がついた時、私は前科者になっていたのだった。犯罪による収益の移転防止に関する法律、組織的な犯罪、それによる経済活動への悪影響、それらを防止するための法律です。ゆずりはさんが送付したキャッシュカードはすでに振り込め詐欺などの犯罪に利用されていました。急いで100万振り込んで。キャッシュカードを騙し取る方も犯罪ですが、他人にキャッシュカードを渡してしまった方も犯罪に問われる可能性があるんです。また自分で使う目的ではなくキャッシュカードを作ること自体詐欺罪になる可能性もあります。そんな、私知らなかったのよ。自分のカードが詐欺に使われてるなんて。ただ自宅でできる簡単な副業で稼げるってネットで見つけて、就職先が見つからなくて借金も返さなきゃいけなくて、結局私は30万の罰金を支払わなければならなくなった。でもその頃の私にそんなお金を支払う余裕があるはずもなく。お母さん、ゆずりは、あなた一回こっちに帰ってきなさい。いいわね。母のこんなに冷たい声を私は初めて聞いた。話は柊木さんからも警察の方からも聞いています。柊木。初めて母に叩かれた。初めて涙を流しながら怒鳴る母を見た。いつもあんなに優しかった母が。ごめんなさい。それから私は母の知人の会社に預けられることになった。仕事はかつてそれなりの企業に勤めていた頃のキャリアやスキルとは全く関係のない清掃や事務作業が中心だ。住み込みでただ借金を返すために働き続ける日々。私をチヤホヤしてくれる人ももう誰もいない。でももうこれでいいんだ。もう疲れたわ。本日詐欺グループの一員とみられる女が逮捕されました。あずみ被告は SNS を使って無関係の人物からキャッシュカードを騙し取っており、あの詐欺グループはその後一部が逮捕されたようだった。実行犯の女性あずみはどうやら学生の頃からいわゆる金魚の糞のような立ち回りばかりしていたようで、今回の逮捕はトカゲの尻尾切りをされたのではないかとのことだった。つまりこのような詐欺グループはまだたくさんいる。自分がそうだとわからないまま犯罪をする側にされる可能性は誰のそばにも転がっているのだ。そう、あなたのそばにも。同情はいらない。すべて私がまいた種だ。でも願わくば善良で真面目な人が私と同じ目に遭いませんように。ご視聴いただきありがとうございました。自分が今までしてきたことの報いでしょうね。悪いことはするものじゃないです。それにしてもまさか自分が知らないうちに前科者になっているなんて怖すぎますね。こんな時知らなかったでは済まないです。
うまい話には裏があるということで、まずは疑うところから始めないとですね。何にせよ、そんな簡単にお金が手に入るなんてありえないというわけです。人生は甘くできていませんからね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでも怖いなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。